始祖生は未生。尿悟の戦時は下されなかったが、居住地にちなんで、祇園尿悟、または、白川殿と呼ばれた。長治二年、祇園社の南東に道を建立して、上六阿弥陀仏を安置し、金銀主玉で飾り立てるなど、天下美麗傘の様は、人々の地目を驚かせたという。新編には、平正盛が早くから使えていて、天盟四年十月一日に、 正盛が混流した六原密道で一切行供養を行っている。体験門院を養女としていた。白川法王法御の際は他の女房らと祖福を賜った。小事団には、祇園女子の食事に千鳥を差し出すことを平野忠盛に命じられた加藤成家が主人からの処罰を逃れるためにあえて白川法王の殺傷禁断令を破った話が伝えられている。 また、平家物語の語り本家の諸本は、白川法王の寵愛を受けて解任した義音養語が、忠盛森に、歌詞されて、平の清盛が生まれたとしているが、読み本系の遠鏡本は清盛は、義音養語に仕えた、中老女房の腹であったというように書いている。また、大見国古寓神社文書は、清盛聖母を、義園用語の妹とし、 祇園寮語が清盛を有志としたと記している。清盛が、通常の寮ではなく、左平さに任官されたのも、祇園寮語の後押しがあったためと言われる。ありがとうございます。